ホームチャンネル。はい、今9時1分です。これから朝食です。顔だけ洗って今から飯なんですけど、なんか観光バスが目の前にでかいのが止まって、今大量にチェックアウトしてますね。ちょうどピーク越えつつあるのかな。これからじゃあ行きます。あー眠い。2日目の朝食、初日とはまたメニューが微妙に変わりました。これも朝さっきとちょっと変わったんですね。あの緑に変わりました。野菜かぼちゃで、これは昨日と一緒ですね。あとなんかこっち風のおでんみたいなやつで、ラーメンのあの感じは一緒です。で野菜ドレッシングも一緒ですね。日本ジャパニーズドレッシングとかわさびとかあります。でこれご飯に、これご飯なんですけど、これに かけるみたいですね。これをでスープがあって、おかゆも一緒で、この辺も一緒ですね。みんなやっぱこうやっておかゆに入れてます。なんか漬物みたいなやつ。これソイミルク、ソイミルク、これ錦って書いてあるの、錦型で、これ食パン、ジャムとか4つ塗るのがありますね。バターとかブルーベリーとかで、食パン2色あるんですけど、いつもこっちが先終わります。ライ麦パンみたいな。でお茶、濃さが3段階選べますね。で、コーヒーで、で、ポテト。今日これ2種類頼む。試してみます。なんか低反発みたいなクッションのやつ。そして昨日は亀ゼリーみたいなやつだったんですけど、今日はなんか 水っぽい。これ具だと思ったら氷でした。で、オレンジは変わりません。みかん。こんな感じです。今の時間10時19分、こんな感じでですね、もう誰もこっち日本人の方が自画撮りしてるぐらいでもういません。でこんな感じで掃除がもう始まってる感じです。一応7時から10時ということなんですけど、コーヒーはですねずっと飲めるみたいです。ここでコーヒーはずっと飲めるみたいです。一応なんかこのトーストはずっと出てるんですよね。まあ、食べていいのかどうか分かりませんけど、トーストは出てます。あとは全部この辺は撤収されます。食事は、はい、これからですねとりあえず部屋に戻り、あの2時間ぐらい寝たいと思います。いやー眠いんですよ。朝9時起きぐらいだから。あ、腹痛い。まずトイレ行ってから寝ます。はい、今3時13分。
2時過ぎにですね、ようやくシャワー浴びて、で部屋でまだグダグダしてようやく今出ました。結構こんな感じで今にも雨降りそうなぐらい寒いんですけど、風があってちょっと寒いんですけど、今からまた、ハードオフの方に向かってみたいと思います。いやー、曇るとこんだけ寒いんだな。はい、3時20分もうちょいで駅です。実はですね、あの沖縄の JGC 修行の時に知り合った、ゲストハウスで知り合った台湾の男性からですね、急に連絡あって、さっき、夜7時にホテル前に向かいますっていう、英語のメッセージがあったんですけど、それに関してちょっと僕今からハードオフ行きますっていうのを返信して、もしかしたら7時に間に合わないかもしれないっていうのを返信したら、オフラインになっちゃって、相手がで結局確認できないままなんですよ。かといって明日以降にっていうのもちょっと予定が立たないというか当てにならないので、とりあえず今日は難しいってことを日本語でも英語でも一応ダブルで3連チャンぐらい送っといたので、まあこれを見てどうかですね。実はおとといぐらいかな、なんか20日にもしあれだったら会えますかみたいな、その連絡もあって、それに関しても返信送ってて1日丸々1日ぐらいも返信もなかったので、そういうのがあるのでちょっと当てにならないというか、連絡待ちをずっとしてても待ちぼうけになりそうなので、ちょっと向かっちゃいます。3時20分、一回行ってるのでだいたい同じ流れで行けば行けると思うんですけど、微妙に同じホームで違う線に変わってったらちょっとやべえなっていう、迷うなって思うんですけど、これ曲がって3番だったよな、大丈夫かな。こっから台中とか375、これ375変えるんですね。台南まで738で、こっから乗るのかな、乗れるんだな。はい、今改札入りまして 3B って言われました。残り248なのでギリギリ間に合うか。ここ 3B、 この見方が分かんないな。まあ次のに乗っちゃえばいいのかな。全然分かんない。今3時半だから3時48、次ずいぶん時間空くな。あ、3時48だな。これで言うと3時48かな、 3B 一番早いので、こうなっててですね、ちゃんと日本語でもこう書いてあります。乗車のお客様は6から13番エリア。どこだろう、まあここなんか番号書いてあるのかな。6から13ってこうなってんだな。これだとこれが6からこれまあ14になってますけど、こんな感じか、泊まる場所で。一応番号がですね、こんな感じ、ここは8か、こんな感じになってるみたいです。でも結構気が早いな、まだ3時36なのに12分ぐらいあるんですけど並んでますね。
はい、4時半、ちょうど3時48分に乗ってきたので、どれぐらいだ、40分ぐらいか。いやー、また来ちゃいましたね。とりあえず今から丸亀の方行って飯食ってからハードフーに寄りたいと思います。確かこれ294だったかな、197になりましたね。さて、前回来てるから勝手が分かっていいですね。初めて来た時は向こう方面かなとか思いながら、ちょっとおっかなびっくりこっち向かったんですけど、今回は慣れてていいですね。あー、でも寒いな。ここ怖いよな、歩いてて。4時45分です。今からあの丸亀行って、ちょっと食べたいと思います。だいぶ空いてます。今日はこの前に比べると、やっぱ曜日だな。この前日曜日でしたから。はい、今の時間が5時28分です。こんな感じで190ちょっとのイカ天とのセット、豚骨うどんですね、の L サイズ食べました。で、ちょっと今混んできましたけども、さっきまではガラガラでした。2組ぐらいでした。さあ、これから、ハードオフの方に向かいたいと思います。すごいな、スーパーの中でバイクが売ってるんだ。
53,800、49,000、大体ぐらいだ。7万手もありますね。15万ぐらいするのか。すげえ広いです、ここのスーパーっていうか、半分から半分はホームセンター見たくなってますね。今の時間が5時半。今5時42分です。ここでかいな、スーパー。これ62で買いました。なんかスーパーとホームセンターがすげえ合体してますね。バイクも売ってました。まあやっぱりスーパーは安いっすね。いろんなものがすげえ安かったです。ドリンクとかパンとか水とかいろんなものが安かったです。よし、これからハードオフ向かいます。はい、今6時6分です。ハードウで、カメラビデオ、自分のビデオカメラの後期型が1万8000ぐらいだったので、あの日本の相場が多分2万8000とか、まあ、ヤフオクとかだったら3万とかしちゃうので、1万8000だったら安いなって思って買おうと思ったんですけども、ちょっと残念なことに液晶に線が入っちゃっているのと、あと充電器が欠品っぽかったので、ちょっと買うのはやめました。ということで今から戻ります。いやー、なかなか丸亀と丸亀ツアーになりましたね。まあ初めて食べる丸亀、結構衝撃的な味でしたけど、甘いうどん、まあ皆さんも台湾で機会があったら食べてみてください。ハードオフ寄ったついでに。さあ今から帰ります。はい、6時13分戻ってきました、駅まで。ここから戻ります。いや残念だったな、カメラ。
はい、今7時7分寝てたらいつの間にか着いてました。こう今耐えて危ねえな、降り忘れるとこだった。7時14分151、残り151です。どこに出てきたんだこれ。今7時23分、地下街を徘徊してます。ガチャガチャいっぱい、全部日本のですね。はい、今 K のエリアにいたんですけど、これ下ぐーっと上がってきて、こっちまっすぐ行くとこれ Y の方に抜けられるみたいです。ちょっと行ってみますか、 Y の方。はい、ここまっすぐ行くと空港に行くあれですね、エアポート MRT で、ここ下行くと Y地下街らしいので、ちょっと Y の方見てみます。探してたとこここだったかな、 Y だったかな。はい、今の時間7時50分です。これからですね YouTube ライブ始めるんですけど、ようやく見つけました、地下の4月に来てこの前もずっと探せなかった地下道のゲームと、食堂が安いところ、 Y ってとこですね。 Y の地下街です。 K でも Z でもないです。 Y の地下街です。この通り沿いにいろいろあります。今の時間が7時50分。今さっきですね、こっちの台北のメインステーションの方に戻ってきまして、でずっとちょっとライブもやらずに、探し回ってた場所、一昨日かな、4月に来て飯が安くて、あとゲーム、テレビゲームの店とか、いろいろあって、ずっと探してたんですけど、結局見つからずに断念したという地下街、ようやく見つけました。ですね、通りの名前は Z でもなければ K でもなく、この前は
Z と K かな、探してたんですけども、 Y ですね。Y の場所です。こういうのすげえ4月以来懐かしいですけども、 Y の場所にあるみたいです。この辺はですね、日本のなんか日本語学校とかいろいろ日本の看板がいろいろありまして、ちなみにこの前探してたのこのエリアすげえ広い、K のエリアとこの Z のエリア、そしてまさか R じゃねえなっていうのは言ってたんですが、 R は昨日歩いたとこですね。ずっとまっすぐ歩いたところ、そして、ずっとこの辺かなって思って探してたわけですけど、一昨日か昨日 K か Z じゃなくてですね、アニメとかゲームとかの通りはここです。 Y です。そして今 こっからちょっとライブ始めます。そしてずっと戻ってこの辺から帰ろうと思うんですけど、はい、ということで、日本物産水産、こういう感じで日本のですね、いろいろ、これ沖縄の首里城とかいろいろあります。ということでここからぶらつきますけども、さっきまで、加原朋美のなんだっけな、アイムプラウドじゃなくてなんかずっと流れてました、日本語で。でやっぱりここはですね、やっぱ日本通なだけあって、ほら沖縄のこれは沖縄のなんかこの看板とかありますね。あとはなんかゲームとアニメとその辺の、結構本当に日本が好きなんだなって思うような、こういう、これ今やお休みなんですけども、メイドの喫茶、店内は写真はダメだというのは書いてありますけど、ということでゲーセンも多くてですね、いろんな飲食店とかゲーセンとかゲームショップとかあるんですけど、ほとんどが、飲食店も終わりつつあります。なのでこの前、見つかんないなって言ってた時はもうすでに終わってましたね。あれもう10時近かったと思うので、9時とかだったと思うんで、今もう7時8時前でも飲食店はほとんど終わってます。こういう感じでいろいろすごいよな、 UFO キャッチャーもこういう細かいのみんな一生懸命やってます。まあ、基本的にこういうなんかアニメ可愛いキャラが好きですよね、台湾の人。でいつも安くておすすめだって言ってる店はここです。通常だともう一段手前にテーブルとか出ると思います。60で59とか60でまあまあがっつりの、これがおすすめです。画面中央のやつ、画面中央のこの普通のスタンダードの麺59元、これで十分だと思います。そしてですね、食べ足りない人はですね、今ちょうど閉まってるんですけど、ここがまたさらに安くてですね、いくらだったっけかな、まあ30ぐらい、30、40でルーローハンみたいなの食えます。もう看板は今はちょっと撤去されて、ここもテーブルがバーって手前に出るんですね。こういう手前出るので、ここははしごするともう腹きついです。
そして、通りはダブルになってまして、こっち側のこの道と、今来た道のダブルになってます。ガチャガチャもいっぱいありますね。全部日本のです。全部日本語のガチャガチャです。もうこれはもうガチャガチャ好きな人にはたまんないですね。日本でもガチャガチャ好きな人にはたまんないです。もうアイスクリーム屋とかも全部あれなんだな。ここは結構並ぶアイスクリーム屋です。まあ本当はですね、こういう店のにぎわってるところを見せたかったですが、ここはもう並んでますね。通常だとすげえ並んでるような店です。ここずっとアイスクリーム屋がこう並んでます。でここが多分一番人気の、なんか人気があるお店と人気がないお店結構差がありまして、並んでるとこはすっげえ並んでるんですけど、並んでないとこは並んでない全然。ここはすげえ並んでる店だと思います。25から35、まあドリンクとかはもう売ってるんですけど、まあアイスですね。ここもアイスクリーム、本当アイスクリームが、いくつか連続であるお店です。もうちょっと時間早かったら並んでる姿見せられたんですけども、こんな感じです。あとこの先行くとですね、ゲームとかアニメとかいろいろある通りになります。はい、今の時間が8時23分で、ずっと Y の28の方、ずっと奥の方からまっすぐ来ました。そして今、Y の1までこれ上がってきまして、この先になると、M の方に行きます。この先は M に向かいます。ずっとまっすぐ行くと M の方に向かいます。そしてまた僕はこっち、また Y の方グッとこっち右に曲がってもう一回行きます。反対側、ここもおすすめです。ルーローハン小が30の大が40、これも4月に来て食べました。おすすめです。ゲーセンもこういう太鼓の達人とかですね、まあ UFO キャッチャーもそうなんですけども、全部日本のですね。言葉も日本です。でプラモデルとかフィギュア屋も多いです。全部日本ですね。ほぼ全部日本です。もちろん割高ですね。こっちだから物価がちょっと安い、こっちだから安いとかではなく、ちょっと高いですね。まあ輸出代というか送料というか、そういうのがいろいろかかってるかもしれないですけど、おいいですね。ポケモンの革製のこれなんだろう、 iPad ケース4000円ちょっとですね。まあ、こういうちょっと面白い感じのもあって、もしかしたらこの道の好きな人が来れば、探してる日本ではレアなフィギュアとか、もう完売で、品切れ中のなんかレアなフィギュアとかがいっぱいもしかしたら見つかる可能性もありますけど、僕は全然そういう知識がないので分かりません。もうフィギュアは特に多いですね。いろいろフィギュアとかそのおもちゃ関係、アニメ、ゲームは多彩にあります。今はマリオとセガのなんかオリンピックのやつが売りかな。こっちの人が好きな、大好きなこのぬいぐるみとかの店もありますね。可愛い系本当に好きなんですよね、こっちの女の子って。
ガチャガチャとフィギュアの店、本当にまあ似たり寄ったりの店なんですけども、こうやっていっぱいあります。あのくまなく探すには見るにはですね、1往復が必要かもしれないですけど、多分それやってるともしかしたらまあ 2時間ろくに見なくても 2,3 時間はかかるかもしれません。あの秋葉原とか好きな人だったらもう最高に楽しめるんじゃないでしょうか、こういうキャラもの。でテレビゲームのデモ画面とかですね、そういうのもずっとあの流れてます。なのでいつも今はちょっと時間的にいないんですけど、あのダンスダンスレボリューション系のああいうのをあのすげえもう見てくれと言わんばかりに踊ってる若者とかも結構いまして、普通のこういう雑貨屋とか洋服屋もあります。こんな感じでフィギュアショップ、だいたい値段はですね、UFO キャッチャーであるようなあのフィギュアショップで1500円ぐらいですね。こういう感じので400から500で1500ぐらいです。1500円ぐらいだから、セカンドストリートとかオフハウスのちょっと高い版みたいな感じですね。まあいう最安のヤフオクとかメルカリみたいなので探すよりは高いですけど、でもその分このもしかしたらレアなのが見つかるかもしれないっていう、その宝探しノリは1日かけて楽しみたい人は楽しめるかもしれません。こういう細々したのとかもいっぱいあります。いやーすごいんすよ、本当に店がいろいろいっぱいあって、こういうセガとかですね、ファイナルファンタジーとかなんかこういう、ゲームのデモ画面がいろいろこうやってます。Xbox も結構根強いみたいで、おこんな感じ。あとプレステのこのショップは結構いいですよ。結構レアなプレステの洋服、アパレルとかグッズがいろいろ売ってます。あんまり、ね、日本では見ないような、プレステのグッズがいろいろあります。なんかちょっと4月に比べて多少変わりましたね、店とかが。あ、マリオカート、こういう感じで路上でですね、まあ路上というか、まあ、地下街でこうやって遊べます。これクッパ面白そうですね。これはですね、中山地下街ではなく Y って方ですね。あの散々この前ライブでですね、あの安かった4月に来て安かった食堂とか、ゲームがある場所をどうやって行くんかなって言いながら探せなかった場所があると思うんですけど、それがここです。お、これ面白いな。これですね、あのドット絵のマリオとこの競争のやつ、ほら可愛いですね。今さっきあの 100m 走の良かったな。いや僕マリオ、あ、これマリオ大好き人間ですからね。ほらこれとか、あの面白い今の、ほらこれいいな、これこういうの、いやー可愛いな、ドット絵の、ほらいやーすごいな、やっぱなんか嬉しいですよね。やっぱゲームとアニメ推しにするとやっぱり
いいのかな。それが一番あの世界で敵がいないジャンルっていうか、敵が弱いんですかね。もうああいう家電とかよりもゲーム、アニメっていう、それがジャパン推しはいいんでしょうか。なんかあ、ここもプレステの、アパレルのなんかグッズが結構売ってます。バッグとかですね。これあんまり見ないと思います、こういうの。プレステ T、まあ、プレステ T シャツとかはあっても、いろいろこっちしかないようなこういうグッズがいろいろありまして、面白いと思います。いやー、これ探すの結構、ライブの前にですね、さっきこっちに着いてからホテルに戻るのもあれかなと思って、かといって、何もまだ全然腹減ってないので、あ、そうだ、地下街を探そうと思ってですね、しらみつぶしに K から K は違うな、おととい、まあ、昨日でしたっけ、あれ K は違うだろうとか思いながら、中山地下街は昨日あんだけ散々歩いてなかっただろうっていう消去法でですね、いろいろとこう歩いてきて、いや、なんか場所的に Y ってイメージないんだけどなとかなんか思いながら、でも、まあ、消去法で攻めてみるかって思ってきたら Y でした。前回多分撮ったと思うんですけど、ここレア系あるんで、昔のファミコンとか PC エンジンとか、メガドライブとか好きな方はここを目指してください。もう閉まっちゃってると思うんですが、たまごっちとか PC エンジン GT とか、この辺懐かしいですね。たまごっち、レアなたまごっちもあるかもしれません。そしてこのキーボードのこれ、すっげえレアだと思いますよ、この辺は。ただ値段もまあまあするので、本当に好きな人じゃないと多分全然あれですね、買う気にはならないと思うんですけど、という感じでした。あっちので地上に抜けます。非常に外とはだいぶ違います、気温が。この地下すんげえぬくいというか、もう歩いてると汗かきますね。あ、いいですね、これセガハードキー、メガドライブとかあって、あ、これ台北の空港に行くところですね。で、僕がいつも台北駅を移してもここなんですね。場所関係これで分かると思うんですけど、ぜひ台北に来るときはですね、ゲームとかアニメの好きな方は特に楽しいと思います。入ってきたのはここです。ベイメンステーション、これ北門って読みましたけど、ベイメンステーション、ここが、Y28、 ライブを始めたところはここです。 Y28 からずーっと来て、今ここですね。で、一番本当に奥行くとここで M の入り口になります。 Y2、Y1で、ゲームは Y13 周辺、まあこの辺周辺、ゲームとかアニメはこの辺周辺です。なので僕は今から地上出て、そしてまあこっちの方行きます、この辺。ちなみに西門とかもこう全然歩いていけます、皆さん。今の時間が8時36分。今までこれ地下街にいたんですけども、今から上がります。これすげえな、45度超えてるもんな、この角度。さあ、どこに出るのかな、これ。あっちへ
暑いけど涼しくなった。急に風が出てきて涼しいです。これ反対側タオイアンエアポート MRT の方の出口、上に上がれるかちょっと抜けてみます。ただこれ誰も歩いてないんだよな。今8時45分です。ここまで来ました。普段僕が利用している MRT の空港行きの場所です。ずっとあの正面の上からずっと降りてきまして、でぐーっと降りてきて、であそこで切符を買って、そして乗り場がここになります。結構暑いな。外は雨で涼しいんですけど、中に入っちゃうと暑いんだよな。まあ動いてるっていうのもありますけど。はい、今の時間が8時55分。さっき MRT のエアポート行きのとこから出て、今この北門のとこまで歩いてきました。ライブ中です。いいですね、ライトアップされた北門。さあくぐります。ライトアップされたこの門、門の中はこんな感じになってまして、これ木だかなんだかわかんないんですけど、鉄じゃないな、木か。一応これ門が閉まるようになってるんですね。まあ今となっては閉めないんでしょうけど、で抜けるとこんな感じです。お、風があって、今まで暑かったんで結構ちょうどいい感じです。うわ、帽子が飛ばされそう。はい、今の時間9時3分です。ずっと北門から歩いて、この前牛肉麺食べたのはあそこ、ずっとまっすぐ行ったところになりまして、そして今はこっち側、ずっと行きます。今9時11分ですね。9時11分がっつりバンバン、今はまだ人います。西門の外側こんな感じ。ちょっと今から南下してみます、龍山寺の方。はい、今の時間が9時15分です。この時間でも結構すごい人です。今の時間が9時18分です。ここまで南下してきました。で4月の時はですね、ここにあのポリンキーとかいろいろあったんですけど、今はこれない感じですね。でも明るいな、すっげえ明るいです。であとはですね、この先がちょっと一つの名物になってまして、あの今から見たいところでもあるんですけども、でもこの先行くとですね、なんかちょっとあのゲイに有名な道とかもそういうのもあるらしいので、ちょっと怖い部分でありますけども、すげえよな。こんな感じです。明るいです。あ、まあまあ、やっぱり外国人はここで撮影とかされてる方がやっぱ多いです。雨止んでよかった。
これが、西門の6番出口です。6番出口から、手前がですね、こういうアディダスとかビルがあります。そしてここがそうですね、レインボーの、はい、今の時間9時40分です。あの龍山寺近くのですね、裏側、ここ、野菜の八百屋のところを抜けて、今このアーチをくぐり、そしてあのアーケードの方に向かってます。暑いわ本当に。はい、9時40分ここ着きました。人っ気はどうだろうな。前は昼間ここ来たんですけど、3日ぐらい前、2日前か、もうな、日付感覚は全くもう忘れちゃいましたけど、さあここ抜けます。あ、ちょっと時間遅いみたいですね。もう飲食店は、片付け作業です。ほとんど片付け作業。やっぱ意外と夜市とは言っても意外と早いんですよね。だ10時とか11時とかやってそうなイメージなんですけど、意外とさっくり と、8時とか9時に終わってしまう、そんな感じですかね。意外と本当に早いんですよ、閉店が。なんかどっかのタイとか他のなんか東南アジア系のってすげえ遅くまでやってるとこあるじゃないですか。どこだったっけな、11時とか。はい、こんな感じでですね、いろいろあるんですけども、まあ地元の人ですね本当に。金髪とか日本人らしきのはいないで、そしてなんかちょっとあれなんすよ、怪しい感じの、怪しい感じの女性が飯食ってたり、ミニスカの、ミニスカタイツの子が飯食ってたり、いろいろありますね。あっちお、綺麗ですね。このアーチ、このアーチちょっといいと思います。あ、なんか地球の歩き方みたいな写真が撮れます。ほら、地球の歩き方みたい。どうですか、地球の歩き方のなんかガイドブックとかの写真みたいに撮れますか。ちょっと後でツイッターにあげます。すごいよな、なんかミニスカ率上がるもんな急に。急にミニスカ率が上がるっていうのも変な話ですけど。あ、ヘビ屋だ、ヘビ屋、光栄ヘビ。アニョハセヨって言われちゃったな僕。くそくそ、アニョハセヨ言われちゃった、初めてだな僕。そうそう、ちょっとマッサージ、うわ出た、これ怪しいな、ここもこれ怪しい、怪しいわ。この先がちょっと
あ、でも夜は夜でここ出るんだな、こうやって。この前昼は全然出ませんでしたね。やっぱ夜だけなんだな、この通り。こっちもこうやって、あ、ここに出るんだな、両側に。あの、あまり人はごった返してなくて、ここはここで、あの、夜市にしては食べやすいと思います。今の時間9時50分です。これ龍山寺の、今、夜市のところ、夜しか出てないですね。夜しか出てない夜市のところ通ってます。昼間はこの辺はこうやって店は出てません。真ん中は出てません。両側にちょっと、あの、店が食堂とかあるぐらいです。あ、すごいな、結構すごいっすね。結構店出てます。4月の時こんな出てるイメージなかったんですけど、結構ありますね。まあ腹減ってたら結構気合い入れて、あの、探しても楽しいかもしれません。ちょっと U ターンしてきます。そしてちょっと龍山寺駅前の方に戻ります。戻るっていうか行きます。はい、今の時間が10時です。すげえテトリス流行ってますね。もう至る所でテトリス、もうここら辺も全部テトリス。今の時間10時6分です。こんな感じでですね、今龍山寺からの、西門経由からのホテルの方に向かいたいと思います。本当はですね、ここでですね、あの、電車に乗ってパッと行っちゃえばもうすぐ西門の北側の方まで行っちゃうんですけども、歩いていきます。龍山寺からずっと歩いて、今10時26分です。西門のところのこの松屋前で、松屋やっぱり安いっすね。あそこも西門のメインです。値段を、ほら、素晴らしいですね。はい、10時半の、西門の、出口1、そしてこの交差点で出口6、10時半でこんな感じです、人の数。こっちも映しとくか。で、あそこは、虹色の歩道。すごい、10時半だとこんだけいなくなる。ゴミ収集のも来ちゃう。まあ、ちらほらはたまに来ますね。今10時56分です。松屋でですね、味噌汁とサラダと、ネギ牛丼の並で130ですね。ちょうど130です。西門でこれなんか2号店らしいです。今ちょっと順番待ちです。YouTube ライブ中なんですけど、レシートこんな感じです。130ジャスト。はい、今の時間が11時半。10分ぐらい前にですね、ここホテルに戻ってきました。そして今からここで食べます、夕飯。松屋 と、コンビニ、このビールと、あとこの卵を10で買いました。よし、じゃあいただきます。今日夜にしては結構いますね、ここ。
こう来てのこうなんだな。それで墜落のこれになるんだ。でこうやって乗せる感じ。これで OK。 こういう感じなんですね。はい、今12時40分です。YouTube ライブを終えてですね、これとりあえず洗濯やろうかなと思って、この深夜に空いてるかなって思ってですね、今からちょっとやってみます。いやでもいたな、結構人いたからな、どうしよう。まあでも洗濯機 3,4 台あったから大丈夫か、洗うだけでも。じゃあやります。ランドリールームはですね、この奥の方にありまして、ここちょっとタバコ吸えるスペースがこうあります。で忘れ物がこう律儀にちゃんとですね、忘れ物の保管は7日間だけですって、こうマンデー、チューズデーとかこう書いてありますね。棚になってます。そしてランドリーバスケットがあって、これ無料なんですけども、すげえ無料って素晴らしいですね。ランドリーが無料、あとはその洗剤とか柔軟剤はお金がかかるってことです。日本語もこうやってあります。洗剤必要ならばフロントで買ってくださいってことですね。で全自動洗濯機になってまして、よく分かんなかったんですけど、これオンにして、これ多分これパッと押すと自動的に計測されて、多分今僕の洗ってます。で上がこれ乾燥機のコーナーです。乾燥機が4台、洗濯機が4台です。で今の時間が12時48分なので、まあまあ空いてます。ただし今さっきも3人ぐらいいたので、この時間でもまあまあいるので、昼間っていうのは結構、朝とか昼間は結構混んでるかもしれません。ただこれ無料っていうのはなかなかないと思います。洗濯機でこういう感じで無料でできる、洗剤だけあれば洗濯はできる、最高だと思います。素晴らしいですね本当にこの宿は、いろいろと。こんな感じです。今2時25、あと30分ぐらいかかりそうだな。いや眠いな。また30分後来るか。3時だな。今3時23分。いやー眠いな。もうぼちぼち終わってもいい頃なんですけど、終わってるな。どうだ。あー微妙だな。もうちょいだな。5分ぐらい。3時半回りました。意外と乾きそうで乾かない。あー眠いな。微妙に湿ってるんですよ。 あと5分10分かな。眠れねえな、なかなか。はい、今ようやく微妙に湿ってるんですけど、3時40分。微妙に湿ってるけど、まあいっか。さあこれで寝たいと思います。あ疲れるね。それでは皆様おやすみなさいです。いやこれ少々解除。